こんにちは、飯泉です。今日は波の式を見ていきます。もう波はこれで3回目の動画になりますけども、もう波の式ですね。えー、物理基礎の範囲ではないですが、えー、物理を使う人は、まあ、波の式結構苦手っていう人多いんじゃないんでしょうか、えー。そういう人はね、えー、この動画をぜひ何回も見て、えー、復習してほしいと思います。 で、えー、今日の目標は、えー、波の式を自分で作ることができるっていうのが目標になります。まず、波の式について、えー。これは何を表しているのかっていうと、あちなみに、波の基本式っていうと、V イコール F ラムダのことを指してますが、波の式って言ったらこのことです。えー、倍質の各点の変異。 ねえー、波っていうのは、えー、倍質それぞれが単振動しているよっていう話を前回やりましたね。で、その各点の変異、えー、元の場所からどれぐらいずれているのかっていうのを 1x および時刻 t の関数で表したものということで、実は変数が2つあるっていうのが波の式の難しいところになります。で、えー、1x そして時刻 t における変異 y という意味ですね。これは、 えー、幅を A とすると Asin2π の t 分の t- ラムダ分の x。これで表されます。大、ま、体、あ、教科書とか参考書にはこのように書いてありますが、意味わかってこれ覚えてる人ってどれぐらいいるのかなっていつも思います。では、波の式の作り方を見ていきましょう。えまず一つ目え、ポイントとしては、x イコール0。つまり原点ですね。 原点における倍質の振動の式をまずは立てます。何かっていうと、簡単に言えば YT グラフを式にしなさいということになります。じゃあ、えー、具体的にね、えー、動画を見て、えー、説明をしていきたいと思います。えー、まず、これは、はい。ねえー、前回も映しましたけども、えー、波が動いていますよね。で、例えば、まあ、どこでもいいんですけども、 このように、えー、止めると、これは何グラフだったか覚えてますかそうですね。yx グラフになりますよね。なので、間違えちゃいけないのは、波の式を例えば答えなさいっていうような問題が出たときに、えー、そのグラフが yx なのか yt なのかよく見極めてください。yx なのに、えー、そのまま式にすると、まあ大体ね、間違えちゃうかなっていうところです。 なので、波形を表しているものではなく、こういうやつですね。これも動いてるので、実は、カクカクしてますけど、縦が y で、横が x になります。で、えー、今、えー、動いてたやつを止めましたけども、これは yx というふうに言ったので、もしこれで式を立てようとすると、こういうグラフですよね。 この形、何の形かっていうと、マイナスサインの形のグラフになってしまいます。で、この後波はこっち向きに進んでいましたから、ちょっと波をずらしてあげるとどうなるかって言えば、こんな感じでずれますよね。そうすると、倍率はこの後どこへ行こうとするかって言えば、上に 移動しようとしている途中っていう感じですね。なので、倍率の振動に注目すると、この後上に行こうとしているので、この次ですね。縦軸が Y で、横軸を時刻 t で取ってあげると、倍率は時間が経てば上に行きますよというようなグラフになるわけです。 これが yt グラフの形ですね。動かすとこんなような形になります。ねえー、倍率は上行って下行って戻ってくるという動きをしていて、それを時間ごとにこうやってプロットしていくと、こういうグラフになります。ということで、えー、このグラフを式にしてあげると、こうですね。今原点に注目しているので、x イコール0。で、時刻 t における、えー y, 変異 y はって言われたら、a sin オメガ t。これは何の式かっていうと、単振動の式です。単振動の時にも、y イコール a sin オメガ t って出てきましたね。まさに、えー、倍質は単振動しているので、式としては単振動の式になります。ただ、オメガっていうのは波ではあまり使わないので、はい、これですね。オメガを t 分の 2π で直してあげると、 原点における時刻 t の y の値はこのように書くことができます。これが一段階目あ。ちなみに yt グラフを書いたときに、yt グラフを書いたら、例えばこんなグラフになったよっていうときに、これは何の形かっていうと、コサインの波形になっていますよね。その場合は、 ここのサインの部分をコサインに変えてあげてください。なんかこう、公式のようにサインって書いてあるから、波の式でも単振動の式でも、まあこの後やるような、えー、交流ですね。交流でも三角関数使うんですけど、そこで必ずサインだって思い込んじゃってる人も結構いるんですけど、えー、そんなわけなくって、どのタイミングで始まるかによって波の形って変わるんで、その都度変化させてください。 なので、えー、例えば、yt グラフを書いたら、例えば、こんな形になったよ、という風になったとすれば、これはマイナスサインの関数になるので、えここをマイナスサインにしてあげれば良いということになります。で、今、ここに書いてあるのが、よ y, x グラフになっています。で今、えー、赤い倍数、これが注目する倍数で原点なわけですけども、1x では、ね、最終的には原点だけではなく、そうじゃない場所での波の式を立てなければいけないので、まあ、どこでもいいんですけども、1x では、この後、 このように波が伝わって今進んでいきましたよね。もともとここにあった、えーまあ、振動というのはこういうふうに伝わって今ここに来ています。もともと原点にあった振動が右に伝わってこの場所まで来ていますと。と で、その位置を任意の点としてね、任意の 1x というふうに置いてあげて、さらに波の速さを v というふうに置いてあげれば、原点を通過した波が v 分の x だけ遅れて振動が伝わるというふうに考えることができます。なので、1x における時刻 t の変異、これを最終的に求めたいわけですけども、 それっていうのは、元をたどれば、原点で時刻、何とかの変異だったっていうふうに言うことができます。さあ、ここに入るのは何かというと、p よりも v 分の x だけ前の時刻ということになりますね。で例えば、ここが2秒だけ遅れているってすれば、 時刻 t における 1x の変異というのは、えー、それよりも2秒前のことだよみたいなことを言ってるわけですね。はい。ということで、今最終的に求めたい 1x における時刻 t の変異というのは、このように言うことができて、それを式にしてあげると、まあ、これですね。1x 時刻 t での変異 y というのは、 え、原点、x イコール0。で、時刻が t-v 分の x における変異と一緒ですよ。で、丸1の段階で求めた式がこういうふうになっているわけですが、え、これの p ですね。ここの p の部分。これが今、こうなるよっていうふうに言っているわけです。ということで、p の部分を書き換えてあげると、 こうですね。y.1x、えー、時刻 t における y が、こう。a s ン g、えー、t 分の 2πt だった部分をこれに置き換えてあげて、で、この後の変形なんですが、この周期 t を中にこう入れてあげます。えそうすると、前の子は t 分の t になって、え実は、 t かける v つまり周期かける波の速さはっていうと波長ラムダになってますよね。なので、この部分は、まあ、tv のことを表しています。ということで一番最初に示した波の式をここで示すことができました。作り方わかりましたかということで今回は波の式ね、結構苦手な人多いかと思いますが、 えー、このように手順を踏んで、自分で作れるようになりましょう、ね。サインって書いてあるからといって、サインじゃなきゃいけないっていうわけではないので、その都度意味を考えて式が立てられるといいかと思います。この動画がわかりやすいと思ってくれた人は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。